今日はフェスのための写真撮影？わかりました。はい、お好きにどうぞ。何かポーズが欲しい。仕方ないですね。じゃあ、こんなものですかね。これで写真は十分ですか？別の雰囲気のポーズも欲しい？欲しがりなオーナーさんですね。それなら、このポーズで。撮影の経験ですか？いいえ、こういうのは初めてですけど。初めてなのに上手？違う雰囲気のポーズにうまく対応してる。この島には本業のモデルさんもいるんでしょ？そういう人と比べたら大したことありません。それにオーナーさんの反応を見たらどんなポーズで喜ぶかなんて大体わかりますから。私だけの魅力があるからもっと撮りたい。本当にお世辞がうまい人ですね。まあ、オーナーさんがポーズを考えてくれるなら続けてもいいですよ。張り切っちゃって本当に楽しそうですね。このポーズ？私に似合ってます？可愛かった？ちょっと想像してたのと違うポーズでしたけど。クールなだけじゃなくてキュートな姿も撮りたかったから。ああ、私には似合わないと思うんですけど。本人が気づいていない魅力を出せると楽しい。結構いろいろ考えてくれてるんですね。自分ではあんなポーズ思いつかなかったから。最後にもう一枚だけ。いいですよ。私も少しだけ気分が乗ってきました。このポーズがオーナーさんが本当に見たかったポーズですか？うまくポーズ取れてますか？オーナーさん。オーナーさん、今どこを見ていたんですか？オーナーさんが撮りたいって言うからポーズしてあげたのに、そのオーナーさんは撮影に集中しないでどこを見ていたんですか？私をその気にさせておいて、最初からこれが目的だったんですか？言い訳しなくていいんですよ。